この場所って一番最初もバス待ちの方でバスが選手のバスが入ってきて、こう一体感がある応援で、なんか今日気合入ってるなとかいうのがすごく感じれるし、皆さん手間暇かけた商品を出されてるんで、本当自慢のキッチンカーが並んでる屋台村やと思います。なので自信を持って徳島すごいんだよっていう自慢にしていけたらなと思ってます。日々の試合の中で、選手の皆さんに怪我のないようベストなピッチを提供する、もちろんフォームなのでね、ボルテ勝利に少しでも貢献できたらという思いで、みんなでやっております。スタジアムに来園される、ファン、サポーターの皆さんに、素晴らしいピッチだと全国に誇れるピッチを作ってまいります。見てて楽しかった、スタジアム来て楽しかった状況をこうスタジアム来てる人みんなにこう味わってもらいたいなと思って、僕自身もこうフォルティスの助けというか20周年の支えになれたらいいなと思って、サポートスタッフ去年から参加させてもらってて、で今もこうサポートしてこうスタジアム来てくれた人からありがとうとか言われたらすごく嬉しくて、今も続けてるっていう感じです。サポートスタッフしてたらこう、世代間が違う人とも話せたりして、幅が広がって、普段見るより全然楽しく見ることができてると思います。で徳島県出身なので、地元のクラブでボルティスができるっていうのは、発足当時から子供が見ていてワクワクするだったり、大人も見ていてワクワクする、徳島県を盛り上げてくれるというか、サッカーを通して徳島県が輝けるような、その一端になるようなクラブになってほしいなと思っています。でもいろいろ話しながらこう見たりね、試合が見えるので、喜びも悲しみも一緒に共有できるのがいいと思います。今日カフェの時とか一番良いかなと思います。みんなに希望を与えるような感動を与えるような